現代グランドピアノにおけるアグラフ。アップライトピアノにはアグラフはなくプレッシャーバーが弦の振動調を決めている。左上から右下チューニングピン、プレッシャーバー、弦、ダンパー、ハンマー。イギリス式アクションの概念図。アグラフは18番の部品。アグラフは一部のピアノで見られる部品である。アグラフは弦のチューニングピン端にある弦押さえであり。 プレートにねじ込まれている。アグラフには弦を通す穴が開けられている。アグラフは弦をしっかりと固定し、適切な高さを確保し、弦の振動調を決定する。弦は圧力点を作っている。アグラフとコマの間で自由に振動する。アグラフは主にグランドピアノで使われる。アグラフは1809年にセバスチャンエラールによって考案された。アグラフは フレッシャーバーと同じ機能を有する。質の良いアグラフは通常真鍮性であるが塗装または電気メッキすることもできる。弦の本数に応じてアグラフの穴は1個から3個の間で変わる。アグラフには2つの異なるサイズがある。弦の通る穴は通常皿穴である。アグラフは弦に対して垂直に取り付けられなければならず薄い真鍮性のくさびを使って それらの高さは調節される。アグラフは取り除くことが困難なこともあり、壊れたアグラフの修理には大抵長期間を要する。摩耗した弦穴はブーンという音の原因となることがあり、これはアグラフの弦穴の内部を埋めることで直すことができる。ありがとうございます。